なので、やっぱりですね、こういう状況になっちゃうと、ソーラーパネルの測定用のマルチメーター欲しいな。やっぱり測定器がないとパネルがダメなのかっていうのが分かんないですよね。どうもこんにちは、オノです。とうとうソーラーパネルのマルチメーター買ってしまいました。いやー、こんな日が来るとは思ってなかったです。今までソーラーパネル3種類入手してきたんですけれども、まず一番最初に購入したのが諏訪浮さんの 100W のパネル、そして、2号機が、ビッグブルーさんの 200W のソーラーパネル、そしてこの度オールパーズさんの 400W のソーラーパネル ×2 枚、合計 800W 分。いやー、でも実はですね、この3種類とも私発電効率といいますか発電状況に納得いってなかったんですよね。で、いつもそのパネルを買うたびになんか恐怖というか、今回もなんか不良品引くんじゃないかみたいな感情に襲われまして、でもそのパネル自身がおかしいっていう根拠がないわけですよね。なのでやっぱりどこからか突き詰めていかないと、このわだかまりっていうのは払拭されないんじゃないかなということで、まあそのソーラーパネル用のそのマルチメーターっていうのは用途的には非常に限定されてくるので、あまり入手っていうのは前向きではなかったんですけれども、この 400W×2 枚のパネルを入手して、こういった真夏の晴天ので真っ昼間に 800W のパネルで 500W しか充電できないっていうのにどうしても納得いかなかったんですよ。なのでとりあえずこの 800W のパネル、実際にこのマルチメーターできっちりと測定をして、それがバッテリーが原因なのかパネルが原因なのか、ちゃんと原因を特定させていきたいと思います。ということで早速、まずはオールパーズさんの 400W のソーラーパネル1枚分を測定していくことにしましょう。それでは測定してみます。まずは設定を、もうオートにして、シンプルに測定してみましょう。じゃあその数値はいかに、234.2W、35.54V の 6.59A って書いてますね。 234.2W 出てる、天候下で測定を行っていることになります。やっぱり計測器があるとむっちゃ分かりやすいですね。まあこの計測器が、不具合を起こしてるっていうことになると、もうこれはどうしようもないんで、まあこの、計測器はの値は信用することにします。だからこれを前提に考えた時に、234W ということは、まあ、合計 468W とか 9W とか、まあ、そのぐらい、2枚分で、まあ、出る天候下ということになりますよね。じゃあまずは、もう実際に2枚分の、合計値をですね、このマルチメーターで測って、で実際に、G1500 につないだ時にいかなる値を指し示すか、でその差がどれぐらいなのか
ていうのを見ていきたいと思います。ちなみにこの差がもし小さければこれはソーラーパネルの性能の問題だということで特定づけることができるかと思うんですよね。逆にもしすごい値が乖離してた場合、これは、ポータブル電源側の効率の問題なのか、その、指し示す値の不具合なのか、はたまた内部的なそのコントローラーでかなり削減されているのか、まあそういったポータブル電源側の問題だということで特定づけることができるかと思います。とにかくまあその差を見ていきましょう。すごいワクワクしますね。それではどうぞ。2枚のパネルを並列に接続したものをこの計測器につなぎました。そしてオートに設定をしてその値を見てみますと、なんと 539.5W。 ちょっとあの天気がさらに良くなってきたので発電がさらに、起きてるんだと思います。で 33.91V の 15.91A ということで、今この、状況的に540W 近い発電がなされています。じゃあこの状況ですぐに、G1500 の方につないでみましょう。さあいかなる値を指し示すか、さあ行ってみましょう。はい、まずは 200W の壁で捕まっております。これはちょっとしばらく続きますので、はい、420W、451、55、460、64、あ、ちょっと消えちゃいましたね。73、75、76、77、78、これさっき530何W っていうところからすぐに切り替えたんですよ。でその状況で 481W、 485W、 4W、 3W、 ということで、まあこういった結果になりました。ということで今回の検証結果の方をまとめていきたいと思います。オールパワーズさん AP400×2枚、合計 800W 分のパネルの再計測の方を実施いたしました。でまずマルチメーターで計測したところ、その結果は約 540W を指し示しました。その、点効果で、G1500 にすぐに差し替えて、計測したところ、 G1500 が指し示した値が約 485W ということで、その差が約 55W 分、出るという結果になってしまいました。ということはですね、おそらくなんですけれども G1500 側に何らかの原因があるんじゃなかろうかということが、推測されます。その予想される原因なんですけれども、発電量自体が減衰しているのか、もしくは、G1500 側の表示値の信憑性の問題なのか、この2つが怪しいんじゃないのと疑っております。でもですね、正直申し上げますと、まあ、G1500 側に問題があるのかもしれないんですけれども、このオールパワーズさんの AP400、まあ、400W のパネルで単体で300W を私何回も計測したんですけど、あの超えたことがないんですよね。でなんかあのググってると、まあ同じ製品買われてる方のパネルでは 300W 超えましたよみたいなレビューがポコポコ出てたんですよ。なのでなんで私の持ってる、しかも2枚分買ってるわけですよ、でそのどちらもで300W を超えたことがないんですよ。この状況ってどうなんですかっていうところなんですよね。なんか
返品とかするにしても結構大きなものですし、まあ実際ですね、これ私買ったのが7月12日なので、もう多分返品期限過ぎちゃってるんですよね。まあそうですね、返品するのもめんどくさいですし、まあ大きいですしね。小さいものだったら簡単に山野さんに取りに来てもらってっていうことができるんですけれども、まあちょっと大きいといろいろ気を使ったり、まあその本当にこのパネルが原因なのかとかですね、また再度同じ製品を購入してもまたなんか300ワット超えないパネルが来ちゃうんじゃないかなっていう恐怖感ですよね。このあたり本当に私今までパネルを3回というか3種類分買ってきて本当に縁がないですね。まあこの状況が正しい状況なのかどうかっていうところ、もしソーラーパネルに詳しい方、なんかこう有益なコメントをいただけると非常に助かるなと思います。はい、皆さんまあオールパーズさんのソーラーパネルだけじゃなくてもですね、まあ何らかのパネルお持ちの方、お持ちのソーラーパネル満足しておられますでしょうか。ということで、まあまたね、これからちょっと冬に向けて、季節が変わっていくわけですけれども、まあまた日差しのいい時を狙って何度かですね、この購入した計測器および G1500 を使って、その値を見ていきたいと思います。で、まあ万が一、まあ、300ワットを、ね、単体で超えることがありましたら、また、何らかの形でお伝えできたらなと思います。まあ今回の検証結果が何らかの皆さんのお悩み解決につながればいいなと思います。ということで、今回も見ていただいた方々ありがとうございました。それではまた。